はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日の動画はですね、はい、こちら、ドリップコーヒーについてのお話でございます。まあコーヒーの入れ方っていうとね、いろいろ、フレンチプレスとか、まあサイフォンとか、あとはマキネッタとか、まあパーコレーターとか、いろいろねありますけれども、まあその中でも今回はこちら、外国だとまあプアオーバーとも呼ばれたりするのかな、ドリップコーヒーについてのお話でございます。まあ多分日本に限った話で言えば一番メジャーというかポピュラーな入れ方ですよね、このペーパードリップ。そう、ペーパードリップですね。他にもまあいろいろ形あるけど、まあ、僕自身も一番ペーパーで入れることが多いですね。一番手軽だしね、でスッキリして美味しいし飲みやすいし、なんつうか万人受けする味だと思ってます。でまあでもそのペーパードリップでもあのですね、コーヒーっていうのは入れ方で全然味が変わるんですよ。これはまあ抽出器具とかそういう違いではなく、全く同じ道具を使ったとしても入れ方と、あとは豆、準備する豆の引き加減とか、あとはお湯の温度とかね、細かいことですっごい変わるんですよ。まあ例えば深入りの豆があったとして、こいつを細かく引いてしまうと結構味が強く出ちゃうから、それを抑えるために粗めに引いて抽出速度を抑えつつ、あとはお湯の温度もちょっと控えめにして低めにして柔らかく落とすっていうか、苦味とコクはしっかりあるんだけど、そこに柔らかさ、マイルドさがこう加わっていて、すごく、まあ、美味しいというかね、そういうコーヒーも出せるし、逆にちょっと細かく引くんだけれども、お湯の温度、まあ、さらに抑えつつ、早いドリッパーを使ってさっと落とすことによって、まあ、すっきりとした仕上がりにするとか、あとは差し湯っていう手もあるし、まあ、あとは苦味をしっかり逆にね、あえて強調したいんだよねって方は、まあ、高温選ぶっていう手もあるでしょうしね。まあ、結構本当、コーヒーって自由に調整できるんですよ。いろんな、まあ、手段、誰にでもできる手段で。で、その数ある、コーヒーの調整方法の中から、今日は僕は一つだけ、多分ね、一番簡単じゃないかな。誰もがすぐ試すことができて、で、味の変化をこう感じやすいと思う。その方法、それは一杯取りという方法でございます。まあこれは普段から一杯取りをしている方にはあんまり関係ない話かもしれないけど、2杯3杯ですね。例えばまあ 300ml、400ml を超えるような、まあたくさんのコーヒーを一気に抽出する方は、これね、結構変わりますよ。コーヒーって、まあ、僕の感覚で言うと大体2、3分くらいでね、いいとこ出ちゃうんですよね。その後結構出がらしで、あんま美味しくないところが落ちちゃったりとかして、あとはそれが味の、なんというかな、せっかく出たところをこうぼやかす部分につながってしまったりだとか、まあ、捉え方いろいろあると思うけどね。まあ、実際、違うってことです。僕は実際、1杯取りも、2杯、3杯取りも、両方やるし、結構最近は2杯、3杯取りのが多いかな。まあ、どっちも、基本美味しいから。簡単に言うとね、楽しみ方の魚。もう究極の渾身の一杯を飲みたいんだよね。もうこの豆の個性を究極に引き出したいんだよね。味わい尽くしたいんだよねって時には、味わいのしっかりした一杯取りをすることが多いし、あとは、日々飲むコーヒーですね。もう今までね、このコーヒーワールドで語っているように、基本的に抑えるべきところを抑えれば、基本的にコーヒーって美味しいんで、もうその美味しいコーヒーを普通に楽しむ。で、いっぱい入れといて、この間紹介したこのスマートオンコースターで、こう、保温しつつ、ゆっくりね、コーヒータイムを楽しむっていう、あの至福のひとときもいいんですよ。うん、まあ、そうですね。どっちも僕は好きです。ただ、どっちもいいからこそ、こっちを飲みたくなるときもあるんですよ。最近そうで。僕、ほんと、このスマートオンコースターにハマってから、たくさん入れることが多くなっちゃってですね。いっぱい取りあんましなくなっちゃったんですよ。で、この間久しぶりにね、ガテマラだったかな、入れたら、まあね、いっぱいよりうまいね。なんていうかね、まあ、うまいのはどっちもうまいんだけど、鮮烈なんだよね。すごく味が強調されているというか、わかりやすいんですよ。全く同じ豆を使って、引き加減で、お湯の温度でやったとしても、やっぱね、いっぱい取りの方がわかりやすい。で、まあ、こっちになってくると、2杯3杯になってくると、だんだんこう、ボケてきて、マイルドになってくるってイメージかな。まあ、ただ、僕の中で上限はあります。まあ、言って3杯かな。まあ、2杯がいいとこだな。あまりにも抽出時間長くなりすぎてしまうと、さすがにね、ちょっと出がらしも超えたような、ちょっとあんまり入れてても意味がなくなってくるので、僕の基準としてはコーヒーを入れる時間は、まあ、4分半くらいが限度かな。それを超えてくる抽出時間のコーヒーを、まあ、入れようとするとなかなか厳しいところがありますね。だからこの抽出時間っていう、なんというかな、概念を持っておくと、コーヒーって結構ね、味変わります。てか、調整しやすいです。だからよく、大は小を兼ねるって言うじゃないですか。大きいドリッパーを使って、たくさんコーヒーを落とすのも、まあ、いいっちゃいいんだけど、それよりは、そこまで5分とか6分と以上かけて入れるくらいだったら、
濃い抽出液をさっと作って、まあ、差し湯した方がまだいいかなとは僕は思ってます。まあ、ただ完全に、ね、これは僕の持論なんで、ぜひ一度、今コーヒー入れてる方、一杯取り試してみてください。絶対ね、多分味変わると思うんで。で、まあ、どっちを選ぶかは、その日の気分で、まあ、選んでいいと思います。お店とか、こだわりのお店とか行くと、結構ね、三連ドリップとか、結構一杯取りにこだわった状態をこう保ちつつ、提供してるってとこも多いですね。まあ、そんなわけで今日は一杯取りでコーヒーを入れていきたいと思います。で、ただ、先に言っておきます。一杯取りね、ちょっと難しいです。いきなりね、やる気そぐようなこと言いますけど、まあ、どっちかって言ったら、多い配数を入れる方が簡単っていうイメージかな。たくさん粉を使って入れると、ドームも崩れにくいし、お湯も結構受け止めてくれるから、回しやすいし、ドリッパーをいっぱい使えるから、結構ね、自由度が効くんですよ。ただその目いっぱい使えていたドリッパーがここまでぐらいになってくると注げる範囲も狭くなるし、狙って落とさなきゃいけないから結構難しいんですよ。だから前提条件として一番自分に合った、まあ、お気に入りのドリップポットでやるのをおすすめします。でこれを使ってコーヒー入れるんですけど、実際やってみての方が分かりやすいかな。いやでも少しだけ今のうちに話しておくと、コーヒーを入れるときにドームを気にする方って結構いらっしゃると思うんですけれども、ドームはね、もうほぼほぼできないと思った方がいいですね。一杯取り少ない杯数、例えば浅入りで 12g とかでやるとものすごい少ない量になっちゃうんですよ。でそれからね、ドームをこう形成して保っていこうって思うと結構ビビりながら入れることになっちゃうから、ちょっとあまり良くないですね。で例えば入れたとしても深入りでもまあ浅入りでも結局シャバシャバになります。シャバシャバに近い状態になると思った方がいいですね。ドームにこだわりすぎない方がいいです。まず一回コーヒーイコールドームっていう固定概念を捨てましょう。まあ捨てなくてもいいんですけど、ちょっと甘くしましょう判断をね。最初の蒸らしで作ったこのコーヒーのドームをしっかり大事に大事に守り続けようっていうよりは、あまり豆にストレスを与えずに柔らかく注ぐっていう方を意識した方がいいと思います。で使う豆の量は浅入りだったらだいたい 12g が、最低限かな。で深入りだったらまあ10でもいけるかもしれない。で逆に上限は浅入りだったらまあ18いけるかな、ちょっと厳しいかなくらいで、深入りだったらまあ20とか22とか、この辺をベースに考えて、であとは自分の出したい味によって火加減を変えましょう。で抽出時間は蒸らし時間を入れたとしても3分半から4分以内に抑えたらいいかな。理想としては3分以内に収まったらまあよりいいですかねって感じです。はい、まあ、ちょっとシンプルと言いつつ結構ごちゃごちゃ言いましたけど、まあ、これが僕が普段ねやっている一杯取りの入れ方です。さあそれでは早速入れていきましょう。じゃあ今日は 18g 使って 150ml 落としてみましょう。あ、そういえばさっき 10g とか 12g とか豆の最低量の話をしましたけど、あれは要は安定してコーヒーをドリップできる、最低ラインってことです。ドリップポットでコーヒーを入れようとすると、あまりにも粉が少なすぎた時にお湯注ぐと粉が負けちゃうんですよ。お湯にひたすらもうただ暴れるだけになっちゃうんで、ドームもクソもなくなってしまうので、蒸らしとかねそういう話じゃなくなるから、ただそのギリギリを守れる範囲が 10g とか 12g かな。それ以下になると相当厳しいです。だから、まあ、正直 12g 以上 15g とかになってきた方が安定して安心してドリップができるかなとは思いますね。はい、それでは入れ始めます。よいしょ。お湯の温度は今日は90度でいきますね。粉の量がいつもより少ないんで、1投目がかなり大事ですね。あまり注ぎすぎてしまうと、もうすっぽ抜けてすぐに落ちてきちゃうんで、で、その時粉も暴れちゃうしね。なるべく優しく、そっと乗せてあげるようなスタートから、でもビビらず、必要量を注いであげましょう。で、下から、そうですね、このくらい、ちょっと垂れてくるくらいがいいかな。かなりしっかりめに落としたいって人は、これが 1,2 滴最初垂れてくるか来ないかくらいがいいと思います。
で反応が収まってきたらドームを崩す。この1投目をねちょっと広めに取っておいた方が後がやりやすいかな。でもしくはこう中心ちょっと注ぎ続けるとあまりこう外に行きにくい。ダメな例をちょっとやってみるとこうちょっとん今ちょっとわざと失敗しようとしたんだけどちょっと無理だった。最初のこの粉が元気なうちに無理して注ぐと結構流れ出しちゃうんですよね。決して流れ出したからって失敗ではないんだけど、まあ流れ出さない方が、まあ、安定した抽出にはいいので、まあ、なるべくこんな形を保ってあげましょう。でやっぱりね粉が多い時よりもねちょっと注ぎづらいですね。難しいですね。崩れやすいから。で抽出量が少ない分あの抽出時間も短くなるからなるべくねささっと全体にちゃんと染み渡るようにお湯を注いであげてあんまビビらずね。ではい回収よいしょと。はい、そんなわけで抽出完了でございます。とは言ったんだけどちょっとゆっくりやりすぎた。喋りながらやってたらねちょっと遅くなっちゃいましたね。すいません、あのもう一回やっていいですか。あと豆の量もちょっと多かった気がするんで、いっぱい取りっていうのはしっかりこの少ないんだよって分かってもらうためにはもうちょっと少ない方が良かったかもしれない。 15g でちょっと次やってみたいと思います。よし、じゃあもう一回いきます。粉って少なければ少ないほど最初に注げる量がお湯が少なくなってしまうから、なるべく全体に行き渡るようにしてあげて、あの粉にお湯が染みてないところを作らないようにしましょう。よし、こんだけね、そう粉が少ないから狭いから注ぐところをね見つけるのも大変なんだよね。最初は特に粉が元気なんで、ほんとゆっくりゆっくりでいいです。まあ、入れ方はいろいろあると思いますけどね。僕は小刻み派なんで。まあ、一番に大事なのは抽出時間を守るってことです。そのために今粉を少なくして抽出量も少なくしています。であんまりビビりながらねやってると落ちるのもゆっくりになっちゃうからもうお湯を増やしてあげる。この辺に乾くところを作んないようにするってことですね。周りで乾くところを作ってしまうとまあ、すり鉢に要はならなかったりだとか、まあ、固まっちゃったりとかするんで、ただここに関してはね完全に自分の感覚だからやっぱり入れて掴むのが一番だと思います。よいしょ。はい、というわけで、3分かからずに1杯のコーヒーが出来上がりました。はい、そんじゃいただきます。うん、いい香り。やっぱりね、全然違うね。口に含んだ瞬間に、舌に感じた瞬間にこう広がる香りの、なんだろう、分かりやすさっていうのかな。単純な濃さではないんだよ。コーヒーが持っている香味とか、この素晴らしい風味とか味とか、いろんなものがなんかこうはっきりしてんだよね。感じやすい。あ、うんめえ。なんていうか、まあ、アミノ酸とかとはまた違うかもしれないけど、うまみって感じ。これをね、300ml とかちょっと多い杯数出していくと、うん、ちょっとね、マイルドになるんだよね。柔らかく、こう、ふわーっと溶けるというか、
逆に言うとこっちはしっかり旨味が凝縮されてる強い感じがするから味が濃いわけじゃないんだけど、何杯も飲めない感じ、一杯飲んでもう大満足って感じですね。で多い杯数出した時はいつもの時はまあ 2,3 杯、まあ、ガパガパ飲めるような、うん、同じ豆でもねこうやって杯数変えるだけで抽出量変えるだけでも全然違うんですよ。うんしかしうまい、あーうまい。ついでにさっき入れたやつもよいしょっと、うん、あれあこっちはねやっぱ入れ方があれだったかな、後に入れたやつさっき飲んだやつの方が美味しい。うん、なんかちょっと薄いな、出し切れてない感じがするあ、ほんとね、だから一杯取りで全体使うのってすごい難しいんですよ。最初ね僕コーヒーの師匠にこう教わりながらやった頃ね、全然うまくいかなくてこうすっぽ抜けちゃって、まあ、何度も何度もねあのうちで練習したのを思い出しましたちょっと久しぶりに最初の方ちょっと失敗したかな。でもそのくらい、違いが顕著に出るってことですね。すごくわかりやすいです。自分が成功した失敗したと最初の自分の腕を明確に感じるって意味でも一杯取りはすごくおすすめです。一度ぜひね試してみてください。はい、というわけで、今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。今日は思った以上にだいぶなんかこう喋ってしまって濃い内容だったかというか、なんかあんま一般向けじゃなかったような気もするけど、でもこういうね普通はあんまり気にしない、たくさん飲みたいからとりあえず豆の量増やして抽出量増やそうかっていう思考からちょっと抜けた、抽出量による味の違いっていう、抽出時間による味の違いっていう新しい視点を持つと、あのコーヒーの入れ方もまた変わってくると思うんで、ちょっと動画のネタとして、扱ってみました。もう自分の好みを究極に反映させたこだわりの一杯を入れたい、そして自分の腕の、上がり具合を見たい、あとは単純に、まあ、美味しいコーヒーをちょっと一回飲んでみたいっていう方にぜひぜひおすすめです。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、今日は一杯取りのご紹介でございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。